申します。足取りまこです。鎌倉の皆さん、そして鎌倉駅周りで歩いていらっしゃる皆さん、はじめまして。私は今年の7月の参議院議員選挙に全国比例で立憲民主党から立候補する予定になりました。押取真子と申します。本当はっていうか芸人なんですけど、吉本クリエイティブエージェンシーというところに所属していた芸人なんですけど、選挙に挑戦することになりました。なんで芸人が選挙に挑戦することになったかと言いますと、きっかけは2011年の東日本大震災の原発事故でした。2011年3月テレビで原発が爆発する映像を見て、日本が終わるんじゃないかとドキドキしたんですけど、その時にテレビで流れていたニュースは、言葉は直ちに影響はありませんっていうことでした。けど2011年3月4月テレビに出ている俳優とかミュージシャンとか、もちろん芸人もテレビタレントの人たちはどんどん東京から脱出していきました。テレビでは直ちに影響はありませんと言いながら、テレビで仕事をしている人たちは避難したり、自分のお子さんや家族を東京から逃がしていってたりする。それはあまりにもアフやなんじゃないだろうかと思って、一体何が起こってるのかと思って、実際に自分で取材を始めました。東京電力の記者会見や原子力安全委員会や原子力保安院や経産省や環境省や厚労省や文科省や福島県やいろいろなところに取材に行きました。2011年4月から東京電力の記者会見に通い始めた私は、いつの間にか私が最も記者会見に参加しているベテランの記者になってしまいました。芸人なんですけど、継続して取材をしている記者の方々が本当に少ないんです。大手のテレビ局や新聞の人たちは、記者さんたちは人事異動があるので、ずっと継続して何か一つの取材をするっていう人は本当に少ないんですね。なので東京電力の記者会見に通って原発事故の取材をし続けている記者は、東電会見ではなぜか芸人のおしどりだけっていう、回数が一番多いっていうのは私たちということに、変な状況になってしまっています。実は昨日も福島に行って取材をしてきました。福島県でやっている健康調査のうちの甲状腺検査評価部会というのと、あと昨日は福島県の伊達市の市議会に行って市議の人たちの勉強会に取材をしてきました。そこで市議会で昨日行われていたレクチャーは、伊達市の市長が東京大学の研究者に伊達市民の人たちのガラスバッジという線量を測るデータを勝手に渡して、同意がないのに渡して、そして論文を書いてくれと依頼していた件についてです。で、伊達市の市長が東大の先生に依頼して書いてもらった論文は、除染をしなくてもいいと、あんまり事故による被曝線量はなかったというような結論が出た論文でした。でもその論文にはたくさん間違いがあって、倫理的な問題もあって、これおかしいんじゃないかっていうのが今になっていろいろ分かってきたんです。そして伊達市議の人たちがその追及をしている研究者を呼んでレクチャーを受ける、そういう勉強会の取材をしてきました。昨日の勉強会は公で一般市民の人たちも傍聴できたんですけど、伊達市民の人たちの言葉は本当に胸が痛かったです。今まで原発事故の汚染はないと言われ続けていて、そうかな、こんなに線量が高いのにと思いながら不安だったけど、やっぱり研究者が問題がないという間違った論文を書いていたのかということを知って驚いたとか、心の除染っていうアドバイザーがいたけど、心の除染っていうのは環境を除染しない、土や家の周りを除染しないっていうアドバイザーだったんだとか、すごく
切実な意見が続きました。でもずっと原発事故の取材をしてきて、そういう問題は伊達氏の論文だけではなくてあちこちにあることを知ります。でもこれも原発事故だけじゃなくて、いろいろ今言われている厚労省の統計が不正があるというような問題も同じなんですね。情報を行政や国家だけが独占して情報を統制してしまう。そして行政や国家に都合のいい結果だけを押し付けてくる。あ、通ってください。すいません、すいません。これは今、まあ以前からもそうだったのかもしれませんけど、あちこちでとてもたくさんある問題だと思います。情報を国家が独占して統制してしまうということは、私たちが考えたり判断する機会が奪われてしまって、そんなルール違反がまかり通っちゃったら本当に社会は成り立たないんですね。っていうかひどい状況になっていることが私たちがすごく気づきにくくなっちゃう。これは情報による私たちの人生の略奪だと思います。国家や行政がお金をね、富を独占するっていうことはまずいっていうのは分かるんですけど、情報を国家が独占するっていうのも本当に同じような大問題だと思います。じゃあどうしたらいいか。おしどりは、私たちは先週までヨーロッパをあちこち回ってきたんですけど、フランスやオランダやドイツの原子力や、放射性廃棄物の処分場を取材したり、あといろいろな学校、大学で原発事故の取材報告をしてきました。で、フランスのパリの大学で原発事故の取材報告をしていた時、パリの学生の人たちに日本のイメージとしてどんなことを持ってますかって聞いてみたんですね。パリの若い人たちは日本ってどういうイメージなの、そういうこと聞いてみました。そしたらびっくりしたんですけど、一番初めに言われたのはパリの、ね、19歳の女の子が、日本の人たちは普段の生活の中で社会や政治のことを一切話さないって言ってました。めっちゃびっくりしてよく分かってますねって言ったんですけど、で次パリの人たちに、学生に他にどんなイメージがありますかって聞いたら、日本の人たちは面白くないことでもつまらないことでもよく笑うって言って、愛想笑いのことを言われちゃいました。でまさかそんなにパリの若い人たちがそういう日本のイメージを持ってるって思ってなくて驚きました。でドイツの高校生に言われたことは、なぜ日本の報道はあんなに政府寄りなんですか、そしてそれを国民は許してるんですか、そのようなこともよく聞かれます。そう、ドイツの高校生に言われて、一昨年聞かれて質問されてすごく辛かったことは、なんで日本の政治家でナチスのように憲法を変えるって言った政治家はそのまま政治家を続けてるんですかって、ドイツだったらありえないですって言われた時、もう何も答えられませんでした。なるほど、そうですね、彼はまだ政治家を続けていますねしか言われません、答えられませんでした。ヨーロッパのいろんな学校に行って原発事故の取材報告をすると、なんで日本の人たちはそれを許すんだ、国民がなぜ許してるんだということをよく言われます。権力者が悪い、政治家が悪い、研究者が悪いんじゃなくて、それを許してるのは国民の人たちでしょっていう質問をされるんですね。ドイツの大学生に質問されたことは、ドイツは日本の原発事故を見て脱原発に政策は舵を切ったけど、なんで日本は原発を使い続けるんですか、あんなに地震が多い国なのにと言われて、でもまあ一応世論調査するとほとんどの人たちが、過半数がいろんなメディアの世論調査で過半数がまだ脱原発なんですって言っても、続けて言われたのが、日本の人たちはポスターやステッカーで原発がなくなると思ってるんですか、なぜもっと動かないんですかと言われちゃいました。そう、私たちは本当に
怠けてるなと、怠けてたんだなと感じます。2011年東日本大震災があって原発事故があるまで、私も全然世の中のことを考えてませんでした。本当にすごい反省します。自分が住んでる社会のことは当たり前のように考えてないといけなかったんだと思って、毎日とても反省します。それまで考えていなかった分、今から全力でできることを全部やろうと思っています。で、ドイツの高校生に、これ去年行った時の話なんですけど、ドイツの高校生があまりにも原発事故のことに詳しいので、なんでそんな詳しいのって、あなたたち2011年小学生だったでしょって、今の東京電力の記者会見に通い続けてる、通い続けてるじゃないな、参加している人でも2011年に何があったかってあまり把握されてない方もいるのに、なんでドイツの高校生は2011年12年のことを詳しいんだろうと思って聞いてみたんですね。そしたら言われたことが、確かに2011年、僕は9歳でした。でも僕のお母さんが原発事故のニュースを見ていて、そして9歳の僕を一緒に見なさいと座らせましたと。でも津波の写真とか爆発の映像とかが怖いから泣いて見てくださいって暴れたんですけど、でも逃げようとする僕をお母さんが後ろから来て羽交い締めに捕まえて耳元で言いましたと。あなたねって、これは地球上で本当に起こったことだから目をそらしていてはダメと、大人になった時に物事を考える時の判断材料にしないとダメなんだから、だから怖くても目をそらさずちゃんとニュースを見なさいと。そうして9歳の僕を捕まえて原発事故のニュース解説を耳元でずっとしながら全部ニュースを見ました。2011年ドイツのテレビで流れた原発事故のニュースは、そうやってお母さんが僕を捕まえて耳元で解説してくれながら全部見ました。だから僕は2011年のことにとても詳しいんですって教えてくれました。そうすると、それを私がお母さんがやってくれたとか、うちは家族みんなで見ていたとか、口々にそういうことを聞いて、そうかって。ドイツで学校で社会のことを、原発事故のことを習ってたんじゃなくて、学校に行く前のお家で社会のことを、政治のことを、原発事故のことをめちゃくちゃ話してたんだと気づいて驚きました。そう、世の中にいろんな問題はありますけど、今もたくさんありますけど、でも変えていくのは私たちの身の回りからだと思います。選挙の時の一票も大切ですけど、そうじゃなくて普段何を食べるかとか、何を買うかとか、誰とどんな話をするかとか、何に時間を使うかとか、一日の中に社会を変えていくためのいろんな一票があると思うんですね。何か自分の意見を考えるとき、意見を決めるとき、それは周りの人の影響が実はとても強いんです。本当は世の中のことを何とかしないといけないって思っていながら、身の回りの人と自分が住んでる社会のことを話すことがなかなか難しい。それが私一番大問題だと思います。自分の半径5メートルをコツ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 変えていくこと、それをたくさんの人が急に始めたら一気に世の中が変わるんじゃないかと思います。芸人が原発事故の取材を始めて、とても初めはいろんな批判があって、吉本からも原発事故の取材はやめろともちろん言われましたし、身の回りからも言われましたし、そう、可愛がってくださってた落語家の師匠は、優しさなんですけど、もう原発事故の取材はやめろと、長いものに巻かれろと、そういう優しさからの注意もしてくれました。で、うちの親も原発事故の取材なんかしたら業界から干されるからやめなさいと怒ってすぐに電話をかけてきました。政府が国民を守らないわけないでしょと、報道が NHK が嘘をつくわけないでしょと、なんで芸人なのに原発事故の取材を始めるのと、たくさん親からも怒られました。でもその親とも
まあ2011年3月からは定期的に3ヶ月ごとに縁を切っていろいろ話し合ってきたんですけど、2014年からは急にいろいろ動き出して、うちの実家は神戸なんですけど、今神戸の三宮のセンター街で、沖縄の辺野古の問題に関するチラシ配りとかをなんか2014年から急に始めるようになってます。うちは娘が原発をやっているので、親としては沖縄の米軍基地問題に取り組みますと急に動き始めました。あなたの身の回りを変えるのはあなたなんです。自分の周りも周りを変えられるのは自分だけなんです。それを急にたくさんの人たちが始めたら本当にすぐに変わるんじゃないかと思っています。今日鎌倉のこんなに気持ちがいい遊び日和、観光日和の土曜日、こうして足を止めてお話を聞いてくださって本当に感謝しています。自分の周りをどうやって変えるか、選挙の時の一票だけでなく何を買うか、誰とどんな話をするか、どこに時間を使うか、その生活の中に隠れているたくさんの一票の中、今日の2月23日のこの足を止めて話を聞いてくださっているというこの時間に、その皆さんの一票を使ってくださったことにとても感謝しています。今年の7月の参議院議員選挙で全国比例で立憲民主党から立候補する予定になりました。すごいことに挑戦するなと自分でも思いますけど、でも自分の周りを変えていく、半径5メートルを変えていく、その戦いの同じ戦いだと思ってます。今日は皆さん本当に足を止めていただいてありがとうございました。おしどりまこでした。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。長い時間足を止めていただいてありがとうございました。おしどりまこ、立憲民主党からの候補予定者の凱旋でございました。どうもありがとうございました。